るよ。さて今回向かっております、始まり別府、2023年9月にオープンしたばかりの新しいお宿でございます。アートのある空間に暮らすように泊まるお宿ということなんですけども、 WM という建築設計事務所にあるこじんまりしたホテルらしいんですね。 WM というとミレドンチャンネルでもご紹介したグッドデザイン賞も受賞している別府の堀田温泉にあるガレリアミドーバルの建築設計をした設計事務所として有名でございます。そんな建築事務所がなんと自分でお宿を作ってしまったというのが今回泊まる始まり別府でございます。アート系のライフスタイルホテルというジャンルはサービスとアートのバランスを取るのが結構難しいというイメージもありますし、始まり別府のホームページでもいまいちよくわからない謎のお宿でもございます。若干の不安を感じながら今日はこのお宿を紹介していきたいと思います。さあ実際のところどんなお宿だったのか、どうぞ最後までご覧くださいませ。多分あのビルだよ、あのビル、あのビル、うん、普通のビルに見えるけど、普通のビルに見えますね。あれ本当ホテル、うん、ホテルじゃないかもしれない。普通のアパート、普通のアパートかもしれない。あ、ほら、不思議な空間だね。こんにちは。はい、あ、こんにちは、ご無沙汰してます。ご無沙汰してますすごく大きくなってて民泊院でオフィスとつながるようになった。こんにちは、ご本人様確認のご連絡ありがとうございます。はい、何名様でしょうか。大人が2名と添い寝が1人です。ありがとうございます。皆様お揃いです。はい、こちらで確認が終わりましたので画面の指示に従ってチェックインまで完了させてください。それでは本日お過ごしください。ありがとうございます。はい、不思議だ。こちらの鍵番号を控えていただけると、鍵番号でお部屋に入っていただけると、はい、共用のドアを入っていただけるようになってます。はい、近くの久留米温泉のチケットを1枚、はい、あの私皆さんしてるんですけど、ご利用できる。どこがありますか。池川原、東町、あの湯、投げし、浜田、浜脇、末広片脇。うん、じゃあ、ことぶつください。はい、ありがとうございます。お3枚もいただけるんで。カフェは何時までやってるんですか。今日は10時まで。朝は朝は11時から。じゃあ朝ごはんという感じではないんですね。チェックアウトはもういらっしゃる感じなんですか。チェックアウトの時間はあるようにしてます。あ、そういうことか。はい、お願いします。おお、この狭い中にエレベーターがあったね、これ。よいしょ。こんな感じ。三 C。すごいね。あった。おお、仕事場ありますよ、旦那。その奥は、あ、かわいい。不思議な空間。キッチンもあって、電子レンジもあって、ベッドもあって、あ、ラジカセがある。すごいね。ちょっと降りましょうか。調理部屋の紹介をします。この人がどんな感じ。硬い。硬い、うん、それ心地いいですね。このテーブルの上にちょっと何があるか教えて。それ何。ネタはセット。おほー、すごい上品な感じ。鉛筆と鉛筆削り。本には、始まりその1。おー、そうかい。まず3種これだ。3C はちょっと狭いお部屋なんだね。 4D は広い。あと地図がある。地図がある、ちょっと広げてみて。裏、おー、めっちゃいっぱいポイントがついてある。で、こっちは、あ、こっちは大分県内。このちょっと広い地図になってます。それからティッシュ。ティッシュがあります。ティッシュこれ入れるのかわいい。テレビ、テレビ何インチぐらい。40インチぐらいかな。すごい。
もうパンが悪いんですね、うん、選べるようになってます。これアロマディフューサーがあります。この下は金庫、金庫、かわいい金庫があります。じゃあそれちゃんはそのヨンちゃんの寝るところ、それ忘れて帰りそうだね。で、隣が空気清浄機、はい、シャープの空気清浄機の方が結構かっこいいような感じです。あとかわいいランプがあります。開けてみる。じゃこんな感じベランダがあります。あるけど外には何もない感じ。高崎山ビューです。ラジカセ、ラジカセ見れる。ラジカセとか見たことある？ない。あ、本当にラジカセに乗ってる。すごい、こんなの乗ってんだね。部屋で聞きたい。あ、どれ聞きたい？どのデザインがいいかな。テレビこう、うん、押してください。終わり始めた。うん、ラジカセってこういうやつ。そう、カセは全部これだった。パパもカセットいっぱい持ってたよ。これは、それは、うん、ここにも本、もう絵だけ別本があります。これ誰？おい、君は何だい？僕はメメちゃんだよ。これもメメちゃんだ。メメちゃんだ。いちごよ、フクロウ。おフクロウさんって書いてある。かわいい。かわいいですね。めめちゃん、めめちゃんかわいい。はじめまして、よろしくお願いします。あ、ぴょんちゃん仲間になっちゃった。そしてここにハンガーがあって、なんかトランシンボル、トライアングルみたいな、トライアングル。そして傘立てがあって、スリッパが置いてあります。、うん、でここに大きい姿見があります。ルーフと回ると反対側にはキッチンがあります。水もお湯も出るようになってて、鍋つかみがあって、布巾とか鍋敷きとか鍋敷きとかが置いてあります。で、お湯飲みとグラス置いてくれてます。うん、IH がある。 IH が2つ置ける。こう調理できるんだ。うん、で、水があって、その下引き出し何がある？うん、調理具、包丁でしょ。うん、計量カップ。これからテーブルクロスと、それはちょっと開けてみて、うん、カトラリーが入ってます。それから、うん、お皿も、お皿が2枚入ってますと、また布巾、布巾があります。いい。で、こっちにゴミ箱、ゴミ箱が2つ。あ、これがあるから、ミネルが上がれます。何、そのまま上行きましょう。お、これは換気扇ですね。はい、参りました。で、その上にもお皿、コーヒーとか鍋、うん、鍋とか、やかん、フライパンで、お皿置いてあります。これ料理できるじゃん。ね、料理して長期滞在できそう。ここにもお皿がある。ここにもなかった。なんか具買ってきてさ、うん、料理できそう。料理できそうですね。で、アリウムヨーダのフットポットがあって、電子レンジ、スインバードの電子レンジがあります。で、アイリス大山の冷蔵庫、冷凍庫何も入ってません。冷蔵庫は、お、水が入ってます。次はここにエアコン、違うな、これなんだろう。あ、お湯が出るんだ。これで給湯器、リビングからこっちに行くと段差がある。段差があります。なんで段差があるんでしょう。床がコンクリート打ちっぱなしですね。うん、うん、本当だ。こっち行くとベッドが2つ。ベッドジャンプする？うん、ピョンジャンプ。スタッパ、スタッパ。持っていい？うん。じゃあ一緒に見ようね、今日。うん。で、ベッドの横は何枚ありますか？テーブル。棚があって、タブレットが置いてくれてます。タブレットは何するんでしょう、これ。はい、iPad があります。それからさ、見て。なんか配管が。和室配管。写真で壁が見て、ほら板打ち付けてるだけだ。で、これ何これ、これ誰？アザラシ。ビップ系って書いてある。アザラシ、ほら、アザラシ、アザラシか。で、ここがさ、見て、ここ扉になってるんです。あ、素敵ね、なんか上から光が漏れて。うん、じゃあ開けてみてください。はい、開けます。お、
ここ洗面所とトイレドアないっすでドアなし風呂すげー広いんだけど不思議な空間でこっち洗面台がありますタオルも用意してくださってて椅子があってオッケーセットがあるシャンプーリンスシャンプーとかリンスのセットをあれ持って近くの温泉に行くんだお始まり別府のオリジナルのオケちゃんですねこれもこれは2つあります、うん、あ面白いで洗面台があって洗面台にはハンドソープ置いてあります、はい、コップが2つ、はい、で大きな鏡ですとこれは何だ洗濯機洗濯機がありますいいねこれ長期滞在にめっちゃいいじゃないですかほらアイリス大山の洗濯機があって洗濯液体石鹸まで置いてるなここ松山名所に全部統一してるんだねで電気があってなんかここに絵を飾ろうと知ったんだろうかここにネジがありまして電気もここに当たってるんだけどここなんか絵みたいベニヤ板の化石かわいい発見うわ見てこここっちも、うんちょっとアートしてみてるで、TOTO のウォシュレットがありますはいはい、タンクレスのやつですね素敵ですで、トイレットペーパーこの口これなんだと思う物欲しいですかね洗濯物干したりタオル干したりするとか、うん、じゃあ今度こっち行きましょうで、ここ穴が開いてる、うん、ここカーテンあるカーテンがあって閉められるはい、どうぞじゃあ、シャンプー付きで、シャワーで流して体を洗ってシャワーで流すそれからいう感じでシャワーが楽しめます次ここでしょこっちこっちドアここから先は土足ですのでこっち開きましょうはいあ、これこのボタンはこれスイッチはい、コンクリート打ちっぱなしでめっちゃおしゃれですねあ押すのかで、戦いてると思います働けるテーブルが2つもあるよあ、ここにコンセントもあるシーガーワークスペースがありますここで仕事はかどるよ何にもないもんひたすら自分のキーボードの音を聞きながらカチャ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 これもあ、これだけでおしゃれおしゃれまあまあこっちに行くとこスタンディング階段で、夢タウンが見えます秋葉の家も目の前うんあ、水かわいいねどうすはい、ということで今日こういうホテルに泊まります楽しみましょうはいじゃあまた後でバイ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 温泉に行きたいと思いますシャンプーとリンスとイソップでタオルよいしょいただいていきまーすさあ、ことぶき温泉だってみますか。なんかね。うん。食べ物は？ここ六部屋しか。え、この宿、うん。じゃあ取るの大変だったの。うん。パパ予約するの早かったし。よし、行く？なんかシュールだな。絵を描けるなんか準備をしてる感じが。うん。あ、こちらがこういう出入り口になってる。一回外出ないといけないブブーお、さすが見るとよく知ってるじゃんそうだそうだあ、ここがお菓子とか売ってんだ
でこっちがカフェなんだ。私は酵素ジュース。コーヒー飲む。ジンマリプレイ、うんうん、はい、カフェのドリンクセットと酵素ジュースが1つで合計2050円になります。あー、かわいい。めっちゃうまそう。これ何？酵素ジュース。あー、でコーヒーね。どうすか？クッキー。汗びっしょり。酵素ジュース、おいしい。おいしい。何かを炭酸で割って、うん、飲んだ方が早いかも。うん、うんうん、さっき食べたでしょ、あなた。口についてるわよ。忘れたわよ。もう待った、この人。ごちそうさまでいいやね。ごちそうさまでした。ええな。いただけると非常に嬉しいです。じゃあ、家にお持ちします。いいですか？すみません、ありがとうございます。私の作ったお皿ですけど、違う、すごいよね。いやいや、これが一番贅沢でしょう。ただいま。それはちゃんと閉まるまで見ないと閉まらない。あれ。あ、出てる。出た。出た。出た。はい、出た。本当。よし。あ、そうですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、かわいい、そのお皿。ね。素敵なお皿。すごい。お好み焼き。わいね。お先。美味しそうだね。冷製オートフルーポテサラカットフルーツ。はい、今日こんだけ買ってきました。冷蔵庫があるからめっちゃ助かるよね。できたよ。え、青と白が違う。三浦さん、奥様がさ、この辺全部コーディネートしてるけど、めちゃめちゃいいね。センスがいい。
明日から高級品に変わる第3のビルでございます。なんか、切れすぎ。キノコモードとしては、ほぼ一番過ごしやすいかも。うちのスタイル。気合い。うにゃ。気合いだ。気合い。うまそう。お皿がめちゃめちゃいいけど、めちゃめちゃ美味しそうに見える。はい、卵盛り。いきます。人のチーズだ。なんかおしゃれだと。おしゃれだね。コンクリートをチッパーしだし。リンゴジュースと、はい、もう決まってない IPA、まあ、あります？あります。1570円になります。はい、じゃあカードで、はい、僕が1番でお待ちください、はい、どうぞ。昼間のカフェもとっても素敵だったんですが、明かりを落とした夜のカフェも大人の雰囲気でとっても素敵でございます。なんか上見えますか？天井高いよね。気持ちいいですね。見えるジャンプで届くよ。あ、届くの？これ届くかな。じゃあちょっと飛んでみてよ。全然ですけど。はい。キラキラ見えるね。キラキラして、うん、こっちはキラキラしてるけど、こっちはそんなにキラキラ。そうだね。もう下町だからね。じゃあ電気切って寝ますか。おやすみなさい。皆さんバイバイしますか。はい、ということでチェックアウトの時間でございます。めめちゃん、めめちゃんバイバイ。バイバイ。おふくろさん、おふくろさん見て見て、いきますか。うん、それもないね。ないね、大丈夫だね。まあ取り来れるけどね、こうなったら。見て見て。バイますね。皆さんバイバイ。よしよし、おはようございます。チェックアウトはどうするのかな。よいしょ、ピュンピュン。休憩がないのか。すいません、こちらでやってすいません、お願いでございます。お疲れ様で、よいしょ、ありがとうございます。
はい、ということで今回は別府温泉にありますはじまり別府をご紹介させていただきました。こういったアートを中心としたライフスタイルホテル、実は私結構苦手な方でございまして、なぜかというとお宿がやりたいことをうまく消化できていないような感じを受けるお宿が多い気がするんですよね。で、今回もあまりご期待せずに実は泊まったんですけども、このはじまり別府とても過ごしやすくて、このホテルのオーナーご夫妻の素敵な趣味を体感できる、そこがすごく心地いいのかなというふうに感じた次第でございます。私自身こういうホテル大好きでございます。別府にもたくさんのホテルありますけども、このホテルはぜひ皆様にお勧めしたいです。ということで今回も最後までのご視聴どうもありがとうございました。こんな感じでまたのんびりとお出かけを更新していきたいと思っております。もしよろしければチャンネル登録をしていただきまして、次の動画までお待ちいただけたらと思います。では次回の動画でお会いしましょう。さようなら。Every city, every place.